マカロニを示すのは棒鎖、鉄の棒に鎖と墳銅がついております。この指は主に一般の武家ので伝承されたものではなくて、寺社、お寺のですね、寺侍とか神官の間に伝えられてきたものです。まあ、幻の部分と言われているものの一つです。今、サミダルと言いまして、ちょうど畑みたいなものですね、棒に革の、なんぼのムチがついたようなもの、これをサミダルと言います。やはり刀に対して、言うものというもので、これは春日の壺根が、得意であったと伝えられています。その昔、美濃の帽子の、であった春日のつもりのところに徳川の寺田村の侍が来てですね、暴れた時にですね、侍の刀をこのサミダルで持って、吹っ飛ばして、戦場の目に壊すということから徳川家康が、それを聞いて、自分の身の回りに置いたというふうに伝えられておりますが、その春日のつもりが得意であったというふうに伝えられております。最後に、手取りさすま、こういう、大きいさすまというの小さいものですね。これを元に使ってやはり身を守る武器です。これやはり元取りに入る手前の技ということになっております。
ご来場くださいませ。